ベルサリエーレは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート7番艦、または、改めルポ級、アルティリエーレ級もしくはソルダティ級フリゲートに、分類される場合は3番艦となる。艦名は、狙撃兵を意味するイタリア語のベルサリエリに由来する。ベルサリエーレは、リユーニティ造船アンコーな造船所で建造され1982年6月20日に、寄港。 1985年6月20日に浸水し、アリアルムークと命名されるも、大金未払いのため、イラク海軍への引き渡しは見送られる。その後湾岸戦争を経て、国際連合の制裁措置もあり、引き受け先が中に浮いたままであったが、1993年にイタリア海軍が購入することとなり、ベルサリエでと命名され1995年11月28日に、 収益する。1996年7月12日から1997年4月4日まで D560 ルイージ・ドゥランド・デラペンネと共にターラント海軍基地を出港し世界一周航海に出る。全航程4万6千海里に及び23カ国35の港に寄港した。2005年1月1日から同年4月15日にかけて航海から 赤羽湾にかけて展開していた第二常設、NATO 大嫌いグループの指揮官としての任務に従事する。その後、同年5月23日から5月25日まで、北、大西洋条約機構主催の電子戦、環境トライアルと新型ロケットランチャースクラー H、及び、新型軽量の54口ミ 127mm 砲の実験訓練を実施する。ありがとうございます。